この一手が勝利を分かつ分水嶺だ。わかるか、分水嶺を。俺はずっと探していた。くだらなくて騒がしい日々のどこかにあったと思いたい。ミレイを守れる、まともな兄貴に変われる特別なきっかけが、中途半端な俺を捨てられる絶好のきっかけが、例えば今この瞬間のようなきっかけが。そろそろ行くよ。守ってね。もう二度と裏切らないでね。あ、やっぱりお前なのか。ぶっ倒す。俺はミレイを守る。やろう、本気で。俺のターン。スティーブにライド。スティーブのスキル、ソウルのマットをコール。ソウルチャージ。ターンエンド。俺のターン。フォートにライド。ベイズのスキル1枚ドロー。フォートでアタック。コールはしないか。ターンエンド。俺のターン。リチャードにライド。リチャードのスキルマットをソウルに入れ1枚ドロー。リチャードでアタック。ガード。へえ。ターンエンド。俺のターン。ルクスにライド。フォートのスキル手札のグレード3を2枚公開。山札の上から1枚コール。ルクスでアタック。ノーガード。スパラーレでアタック。ガード。ターンエンド。本当に本気なんだな。お前もな。行くぞ。ディアブロス・バイオレンス・ブルースにライド。ブルースでヴァンガードにアタック。ノーガード。スインドライブ。ターンエンド。そう、あんたが動くのはこのターンじゃない。ああ、分かってるよな。俺のターン。頂きの天帝バスティオンにライド。ルクスのスキル手札のグレード3を3枚公開。1枚ドロー。
スパラーレをコール。スパラーレでアタック。ガード、ユニットはそれだけか。ああ、やけに控えめだな。バスティオンでアタック。ノーガード。ファーストチェック。フロントトリガー、前列のユニット全てパワープラス1万。セカンドチェック。ノートリガー。グレード3は出なかったか。そうだな。ダメージチェック。スパラーレでアタック。ガード、ターンエンド。最低限のカードでやりくりしてダメージも最小限に抑える。お利口なカードさばき。それで本当に良かったか。お前がお利口さんしてる間に俺の火はついたぞ。塔を滅せんとして光を増すかな。俺が俺を超える時が来た。一気加勢、ディアブロス・アライバルド・ブルースにライド。グレード4、ひれ伏す時間を与えてやるよ。ライルをコール。スキル発動、パワープラス5000。さらに2枚ソウルチャージし、ソウルから1枚コール。グングヌラームのスキル、ソウルチャージ。レナードとグングヌラームをコール、ソウルチャージ。さらにグングヌラームをコール、ソウルチャージ。叩き潰す。レナードでアタック。ガード、アタック。ガード、ブルースでアタック。ノーガード、トリプルドライブ。フロントトリガー、前列のユニットパワープラス1万。ここからが本番だぜ。アライバルド・ブルースのスキル発動。カウンターブラスト1、ソウルブラスト5、前列のユニットを全てスタンド。ターン中ドライブマイナス2。再びアライバルド・ブルースでアタック。ノーガード、ドライブチェック、ドロートリガー。レナードのパワープラス1万。さらに1枚ドロダメージチェック。レナードでアタック。ライルでアタック。ノーガード、ターンエンド。あえてパワーの高いレナードをガード。お利口なお前はどこに行った。あんた俺の心配ばっかしてるけどさ、次は俺のターンだぜ。ああ、お前の最後のターンになるかもしれねえな。暴れてみせろよ。ずいぶんと上からものを言うじゃないか。あんたがどんなに上にいようと、俺はその頂を超える。頂を超える剣、バスティオンプライムにライド。グレード4のバスティオン。来いよ、引きずり下ろす。スパラーレ2枚を後列に移動。オールデンをコール。スキル発動、手札のダークストレインをコールし2枚ドロー。オールデンをコール。ダークストレインのスキル、
グレード3のユニットはブーストを得る。スパラーレのブーストオールデンでアタック。スキル発動ターン中パワープラス5000。ノーガード、オールデンでアタック。ナタリアでガード、さらにライルとレナードでインターセプト。バスティオンプライムでアタック。ガード、トリプルドライブ。グレード3、セカンドチェック、ノートリガー。サードはチェック、クリティカルトリガー。ここでクリティカル、オールデンのパワープラス1万、クリティカルプラス1。見せてやる、昔の俺とは。ただあんたから勝ちが欲しくてわめいていた俺とは違う。バスティオンプライムのスキル、ドライブチェックでグレード3が出たので、バスティオンをソウルブラストし、グレード3のリアガードを全てスタンド。さらにパワープラス1万。バスティオンプライム、ここまでとは。スパラーレのブースト、オールデンでヴァンガードにアタック。スキル発動、このターン中パワープラス5000。オールデンの合計パワー73000、クリティカル2。覚悟を手に入れた俺の一撃、受けてみろ。ただ道を捨てたことは覚悟と呼ぶなと言ったはずだ。確かに俺は道を捨てた、そして次の道を見つけた。ブラックアウトでお前のまともじゃねえ炎は落ち着いたってことか。闇に紛れて考えた、俺はこの炎を消さなきゃいけないのか。そしてはっきり分かった、そんなことはできない。なんだと、燃えてなきゃ俺じゃない。勝つのは俺だ。違うな、勝つのは俺だ。Vanguard Overdress, featuring all these popular units. Take hold of a new power. B Special Series B Clan Collection. Now on sale. Bushy Road. Why, Schwartz? I'll attack your character. And I'll counter your attack with me, Ruby. Now coming to Vice Schwartz. As an English Edition Original. Trial Deck Plus, Booster Pack, and Supply Set. Now on sale. Bushy Road. By Schwartz. Watch the battles in Data Bullet come to life on the stage of By Schwartz. Data Bullet, extra booster and surprise set. Now on sale. Bushy Road. Gorma Gierdo, Lyle, Steve 2枚でガード。合計パワー78000。ここまでやって届かないのか。アタック。ノーガード。炎を消すことはできないと言ったな。そうやって熱くなって勝ちをもぎ取り続ける。お前はそういう生き方を選ぶのか、選べるってのか。俺にはそれしかない。傲慢だな。ブラックアウトに入って分かったんだ、自分のしたこと、受け入れてくれたみんな、自分の気持ち。心を燃やせば何かを否定することになる。いつか誰かとぶつかる、避けられない。俺は心を燃やせないことが一番怖い。いいぜ、付き合ってやるよ。俺のターン。お前こうなると見越していたのか。あんたはいつも俺の一段上を行っていた。今まではあの時お前はあえてパワーの高いレナードのアタックを防ぐ道を選んだ。
アライバルド・ブルースのスキル発動に必要なソウルの枚数は5枚。1枚足りねえ。レナードのアタックが通っていれば足りているはずだった。手札も全部使わされて、補う手段もねえ。やってくれるじゃねえか。それでも俺が勝つ。スタンド&ドロー。イーデンをコール。ソウルチャージできるカードは引けなかったか。安心するのはまだ早いぜ。アライバルド・ブルースでアタック。ノーガード。チェックは3回。ここでクリティカルを出せば俺の勝ちだ。出ればな。勝利を分かつ分水嶺か。ここがそうだと思うのか。いや違う。ならどこだった。どこでこうなった。わかんねえな。ああ、わからない。あんたに仕掛ける一手一手、何が効いてくるかなんてわからない。序盤ダメージを抑える決断も、全力で攻撃する瞬間の見定めも、何をガードするかの選択も、全ての手に魂を込める。それがヴァンガードだ。特別な分水嶺なんて存在しない。全てが俺たちの分岐点だ。そして今この瞬間も。トリプルドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、サードチェック。ダメージチェック、アタック、ガード、グングヌラームのブースト、イーデンでアタック、ガード、ターン、エンド。俺のターン。ルクスをコール。覚悟はできたか。お前から覚悟を問われるとはな。教えてくれよ、覚悟って何だった。ブラックアウトで手に入れたものだ。衝動的に道を捨て、行く場所をなくした俺がもう一度立ち上がれたの、あの暗闇のおかげだ。あんたもかつてそうだったんだろう。だから俺を立ち上がって他の道をたくさん見つけた。あいつらと日々を過ごせたからだ。その上で俺は今度こそ堂々と選ぶ。戦いたい、勝ちたい。その瞬間が味わえるならどこまでだって行くさ。そして勝ち続ける。その先どうなろうと俺が責任を持つ。それが俺の覚悟だ。お前かっこいいな。ルクスのブースト、バスティオンプライムでヴァンガードにアタック。ノーガード、ダメージチェック。俺の勝ちだ。俺はあんたを超えたぞ。今度はあんたが追って来い。ちょっとトーヤ、気力を尽くしたってやつ。ダンチさん。そうだよな。あいつはずっと進んでたんだ。俺がヴァンガードに背を向けている間もずっとずっと道を探して。あ、くそ、悔しい。そうだ、いつ
つも同じだ。勝てば正しく、正しい俺は負ける気がしなかった。戦い続け、いつも自分が分からなくなるとき、勝ち続けることでしか自分を認められない悔しさ、怒り、高ぶり。俺がやってたことは。やっとまとまりそうだな。小娘といっても見ない家との縁談だ。せいぜい利用させてもらうさ。今もあの頃と何も変わってない。あの時は違ったな。ただ楽しくてさ。なあ、だから俺はファイターをやめようと思ったんだ。俺の中身、気持ち、高ぶり、何もかも捨てたかった。あの時のただ楽しんでいたまともな自分になれれば、こんな殴り合いみたいなファイトもうしなくて済むんだ。もうしなくて済む。殴る、殴られる、殴り返す。結果、傷しか残らない。俺が喧嘩するせいでみんな幸せになれない。あれがただの喧嘩なら、僕はあんなに心惹かれなかった。誰にも言えないことくらいみんな持ってるじゃないですか。僕にだってある。ダンジさんとトウヤさんのファイトはそれを全部忘れさせてくれた。ファイトで生まれた炎は僕を照らしてくれたんです。本当に輝いてた。だから僕はヴァンガードを始めたんです。なのにまた別の誰かになるつもりですか。今までの自分を全部捨てて、今の自分を変えていくんじゃなくて。笑ってるのか。別に喧嘩してるわけじゃないですから。そうか、俺ファイターをやめたくない。知ってますよ。知ってます。カード。あ、ミレイが好きだったカードだ。あいつは変わっちまったんだ。昔はあんなやつじゃなかった。相手と語り合うファイトができるやつだった。信じられないかもしれねえけど。信じますよ。ミレイさんずっと苦しそうだから。ユリ、あいつにぶつかってくれ。お前が本気でぶつかってくれれば何かが変わるかもしれない。ミレイよ、俺たちを助けてくれ。はい、ブラックアウトは来るもの拒まずですから。ゆっくりと進んでゆこう、足跡重ね。
だ。今回は頂を超える剣バスティオンプライムを紹介する。バスティオンプライムはグレード3を超えるグレード4のユニットだ。トリプルドライブを持ち前列のユニットのパワーをプラス2000する。さらにドライブチェックでグレード3以上が出たバトル終了時、手札かソウルのバスティオンを捨てることでグレード3のリアガード全てをスタンドしてパワープラス1万する。つまりこのスキルを最大限活かすには効果でブーストを得たグレード3を用意して効率のスタンドさせた上で連続でブーストコミアタックを決めるのが理想だ。よし、言えたぞ。